皆様おはようございます。本年6月末に日本小児血液癌学会理事長を拝命いたしました大賀章一と申します。私は九州大学の小児科、そして小児医療センターを担当しております小児科医でございます。今回キャンサーネットジャパンにお世話いただきまして、2020年ジャパンキャンサーフォーラムにご参加くださいましてありがとうございます。COVID-19 の感染拡大の厳しい状況の中、今年はウェブでの開催となりました。JCCG、Japan Children's Cancer Group と JSPHO、私ども小児血液癌学会の協力のもとに、今回4名の先生方にお話しいただけることになりました。新型コロナウイルスの状況から、これと小児癌の関係について、そして乳児白血病という私たちの特別な白血病、それからもう一つ ＡＹＡ 世代という思春期から若い成人の方にかかるこの世代のがんを考える、そして現在がんゲノムが成人領域でも非常に臨床に入ってきましたけれども、小児科、赤ちゃん、お母さん、こういった状況にも私たちは対応していかなければなりませんので、そのゲノム医療に関してお話をいただくことにいたしました。私たちはこの領域の医療環境のボトムアップと学術成果のピークアップを目指して、世界をリードする学会へと発展することを目指しています。専門が多領域にわたるのが私たち小児領域の特徴でございますので、会員の英知を結集して心を一つにして日々努力したいと思っておるところでございます。それでは今日皆様に、ためになるお話が聞けることと思います。どうぞ最後までごゆっくりご視聴ください。よろしくお願いいたします。